今回ご紹介するのは女優の水野美紀さん。1974年6月28日生まれ。出身、三重県。身長、168センチ。小学6年生の時に漫画、ガラスの仮面を読んで舞台に憧れるようになります。また、小学校6年生から2年間ほど、友人の父親の同情で少林寺拳法を習っていたそうです。 その経験もあり、状況後も本格的にアクションの修行を積み、アクション女優としての仕事もするようになります。1987年、中学1年生の時に第2回、東波とオールレーズンプリンセスコンテストに出場し、準優勝。芸能事務所にスカウトされ、芸能活動を開始します。当初は当時住んでいた福岡県から通いながら、雑誌のモデルや CM に出演していましたが、 中学卒業と同時に上京し、本格的にキャリアをスタートさせます。1992年、化粧品の CM で唐沢敏明と共演。ねえ、中してという彼女のセリフが話題を呼び、第9回、新語流行語大賞の金賞を受賞。この CM の撮影の際、事務所はキスシーンがあることは知らされておらず、CM スタッフは、初めから自己承諾で押し切るつもりだったそうです。これについては後年。 現場に入るとスタッフがみんな薄ら笑いを浮かべていて、詳細を知らされ驚いたが、とりあえずそのまま撮影に臨み、後で事務所に怒られたと語っています。同年6月1日より、スーパーファミコンソフト、ストリートファイター2の CM に春霊役として出演。歌手デビューも決まり、歌に芝居にと意欲的に活動します。 1997年放送のドラマ、踊る大捜査線シリーズに、柏木雪の役で出演し、幅広い世代に認知されます。2001年にドラマ、吉穴で連続ドラマ初主演を果たして以降は、順調に女優としての地位を確立していきます。2016年には結婚。2017年には、第一子出産を報告しています。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録、 高評価よろしくお願いします。